皆さん、こんにちは。かなねーです。はい。今日はですね、えー、新感覚ガールズライフ、両生活型オーディション番組、セブンカラーズの第3話が、えー、放送されましたので、その感想を話していきたいと思います。はい。今回も、えー、また3人、追加メンバーがね、あの、投入、投入と言ったかなはい。いらっしゃいましたね。はい。この3名ですね。はーい。 前回の、え金、ー、京さん、谷奥さん、平山も香さん、最後にね、一番最後に平山も香さん来ましたけど、まあ、その衝撃もね、冷めやらぬうちになんですけど、今回が、小田切ゆずさん、金子りのさん、倉瀬猫さんの3名が入ってらっしゃいました。はい。ですね。こんな感じで。小田切さんはなんかね、アメリカ在住でなんかハリウッド、ハリウッドのダンススクールの経験があるみたいな。 通ってた習ってたみたいな感じでしたね。で、金子里奈さんはもう元 XCG の候補生であるということと、あと結構有名な方たちのバックダンサーを務められているということで非常に実力派ということですね。であと、倉瀬猫さんはダンス講師の経歴があって、なんかいろんな方たちのなんかダンスのバックアップって経歴に書いてあったんですけど、バックアップって何ですかなんかとりあえず支えてんのかな ちょっとよくわかんないんですけど、ダンス全般のそのサポートをね、されてたのかなちょっとよくわかってないんですけど、なんかそういう講師の経歴もあるっていう感じで。はい。いずれにしても、また実力派のね、方たちがいらっしゃってましたね。小田切さんに関しても、ダンスもね、結構上手かったし、その年齢の割にはすごくレベルの高い方なのかなと思いました。はい。そんな感じで、今回はね、まずですね、あれですよ。予告、先週の予告で、あの、 あもう来週からこの歌面その歌のメンバーがね来るんだと思ってあそのずっとねダンスのことばっかし重視してて歌がうまい歌うまいメンバーがなんか一人もいないじゃんと思ってたのでその実力派のね歌歌を歌えるメンバーがなのであ今回でねなんかこのうまいいい感じのそのラップしてる感じとかも映ってたので,でみんなオハとかも言ってたんで なんか、今回で、拭えるなと思ってたんですけど、めっちゃ騙されましたね。そんな、そんなシーン一個もなかったじゃないですか。あれ、その髪の感じ髪型の感じから、あの、新しいメンバーのゆずちゃんかなとも思ったんですけど、黒髪のね、長い髪だったような気がするので、なんですけど、結局わからないまんまでしたね。今回でその、お、歌面が来たみたいな感じで、こう、またこう、ザワッとするのかなと思ったら、そんなこと全くなかったですね。また今回もダンスメンバーでしたね。どちらかというと。うん。 ですねで今回ですねみんなね泣いてましたね。でまあ今回ね特に泣いてるのがこう,こうフィーチャーされてた感じだったんですけど中でもその平井さん桃花さんねニジェプロ出身の平井さんとあと谷岡菜乃ちゃんとあともう一人の金清さん桃花さんが3人。 まあ、それぞれね、次々泣いてて、何だったのか、あれは、涙のわけは何だったのかとかって思ってたんですけど、もうその3人の中でも、もう私は特に平井さんのメンタルがずっと心配なんですよ。なんか、ね、そもそもその、本来ならというか、まあ今年の3月ぐらいまで、2024年の3月ぐらいまで、その、ね、前々からそのサバ版に、アベマのね、サバ版出て、ガールズグループのデビューが決まって、 で、3月ぐらいまで一応ね、活動してたわけじゃないですか。まあ、1回、一回ステージに立ったのかな ?2 人ぐらいで。で、もともと5、6人のね、メンバーだったけど、それが2人になってしまって。で、まあ、そういうこととかも、一言もね、やっぱ喋れないですよね。多分ね、契約上なのか何なのかわからないけど、もうそれ自体ももうなかったことになってるし、なんかこのミュージカルとか歌とかも、まあ、ダンスも、ミュージカルで歌とかや、ダンスとかやって、 なんかそれが楽しかったからその経験が忘れられなくてまた挑戦しましたみたいな感じで言っているけれどもでもね今年のねその3月ぐらいまでは直近までねそのガールズグループでやっていく予定だったと思うので多分ダンスも歌もトレーニングをしてたんじゃないかなと思うんですよねでまあグループ自体はメンバーが最後2人残っちゃってでまあそれでも最終解散しちゃって活動しないまんまあまりしないまんまで終わっちゃったんですけど まあそれもねね言えないですよだ、ね、からんかそのちょいちょいその練習の時にちょっとできないみたいな久し,久しぶりでみたいな感じで言っていたもののでもこれって多分何年ぶりとかでは多分なくて多分数ヶ月ぶりとかの久しぶりにやるっていう感じなのかなと思ったんですけどまあわかんないですけどねそのガールズグループの。 ね、そのやっていく途中でもそのもう練習とかもね、できないような状況になってたのかもしれないですけど、って考えると全くやれなかったのかもしれないですけど、なんかね、そういう経歴とかももうなんかほぼないみたいな感じになっちゃってるから、なんかそれもなぁと思いながら見てて、で、なんかダンスのね、先生からもなんか踊るの恥ずかしいけど、トライしないのなんか結果残らないからみたいな、研究してみたいなこと言われてて、これめちゃくちゃその、 踊るの恥ずかしいけどトライしてみたいなのってめちゃくちゃその多分ダンスの初心者とかに言われるやつじゃないかと思ってなんかこう,こういう言葉をかけられるぐらいのそのレベル感というかそのず恥ずかしそうに踊ってるその自信がなさそうにやっている何事もみたいなのがやっぱちょっと気になりますよね。でなんか歌のボーカルのレッスンの時もそのレッスンになると震えちゃうって。で 先生との距離が近いと緊張してうまく自分の実力は出せないっていうのを言ってたんですけどもうボーカルの先生もそのあもうメンタルじゃんみたいなこと言われててで自分でもその情熱が足りていないと思うって言ってましたよね。であとそのあとのいつものダンスの花先生もなんかそのね開脚しててなんかあのも,もちゃんは足が痛いっつって抑えてるって抑えててその「痛いでさアピール。 みたいその世界で通用するアーティストになりたいんでしょうってガールズグループになりたいんでしょうみたいな経験とかどうでもいいよみたいな,な今今何ができるかなんだからみたいなことすごい言われててねでその後ね平井さん泣いちゃったんですけどなんかもうとにかく自信をなくすとで自分がここにいていいのかずっとあの思ってるとでもまあそれは克服したいって 言っていて、いもうなんか見ててつらくってなんかもう完璧にそのねメンタルをねやられてあの自信を潰されちゃった人の考え方だよなぁと思ってなんかこの自分の身に起こったこととか周りのねどうしようもないその環境で起こってしまったこととかももう全てもう自分のせいみたいな自分の責任みたいな感じでもうしょわなくていいものも全部しょっちゃってもうそれでもう自信がなくなってその。 好きなことだったはずなのに自分が自信が持てることだったはずなのにそのレッスンとかももうトラウマになっちゃってるレベルもう手が震えちゃってみたいな緊張して声が震えてみたいなそれってもうすでにもうなんかやりたいことなのかどうなのかも多分よくわからない状況なんじゃないかなとまあね半分ぐらいは多分そのね事務所とかの絡みもあるだろうし自分のやりたいという気持ちと 何かに挑戦し続けなければならないとか、このタイミングで何かに参加しなければならないという責任みたいなものも多分あるんじゃないかなって、その命がけでこれに命かけてきましたみたいな感じでは、なんかないような気もするし、なんかもうその情熱自体がちょっと枯れちゃってるんじゃないかなと思って、そのね、自信をね、あの、持ち直すとこからがスタートしないといけないっていうところがもうなんか見てて辛くて、 めちゃくちゃ泣いてたじゃないですか。ねえ。でもみんな、ねこう優しくギュッとしてあげて、あげていたけど、まあ一旦なんかそのスッキリしたみたいなことは言っていたし、自信がなさそうに見えたのかな、みたいなことを言っていたけど、ね一旦は落ち着いたけど、なんかちょっとこれからもね、心配だなって、私はちょっと思ってますね。なんかその、平井さん自身の、なんかいろんなことが多分、そう二次プロ以降では特にいろいろあったと思うし、まあなんか、 ね、例えば同じ「ニジプロン」出てたら人といえば、まあ、桜井美桜ちゃんとかねまあ見合いでデビューしましたけど、まあ、大体同じぐらいの、ね「ニジプロン」の時から時を経て今デビューしてて、まあ、きっとね大変なことも辛いこともいろいろあっただろうなと思うしその、ね、自分がデビューしたいしようと思ったらそのグループがなくなってしまうとか自分の力ではどうしようもないことがたくさん起こってしまっていて。 なんか、それさえも、もう、ね、どうしようもないというか、運だったりするから、なんかね、そういうのをなんか、こう、勝手にして、なんとかこう、ね、乗り越えて、前に進んでほしいなぁと思いますけどね、なんか、とにかくメンタルが心配、もっとメンタルケアちょっとしてあげてほしいというか、なんか悲しいなぁと思いますね、なんか、ちょっと、なんかこう、甘えてるような感じ、その、覚悟がないような感じに、まあ、 ねえ、姿的には見えてしまうかもしれないけど、なんかちょっと今までをちょっと思ったら、なんか、もうちょっとここに来る前にね、ねケアしたりすることがあったんじゃないのかなとかって思って、なんかちょっとそれが今からも心配ですね。頑張っては欲しいけど、ちょっと心配だなと思います。もうちょっと一番心配ですね、今。はい。そんな感じで。ねえ、なんか頑張って欲しいなと思いますね。はい。ねえ、で、まあ、追加のね、 素顔でダンサーたちが、あの、期待してた、あの、ボーカルは一人も出てこないんですけど、と思いながら、今回もね、またね、あの、なのちゃん、なのちゃんが、あの、欲 <laughs> 用がないですね。別に歌が下手とかそういうことでもなくて、なんか本当に前回ね、目が死んでるよって言われてましたけど、あの <laughs>、ちょっと面白かったな、今回も。ちょっとなんか、一番ね、自信がある歌を歌えって言われて、あの、歌ってましたけど。 愛のね、歌を歌ってましたけど。<laughs> なんか、うん、面白いな。あれ、表情がね、歌の表情が変わってきたりとかした時に、また、いろいろ変わってくるでしょうね。めちゃくちゃ魅力的になるだろうなぁと思いましたね。はい。うん、で、まあ、そうですね。今回のね、追加の都合でダンサー陣ね。すごいですね。でも、あの、リノさん、あ、違う、リノさん猫さんか。うん、リノ、猫リノさんたちね。レベチ、レベチ、ね、表情とかもすごかったですね。あの、 セクシーぶりやってたじゃないですか。なんかね、セクシーな穴。あの、床にベタっとなって腰を浮かすやつとかあれ、すごいですよね、ほんとね。絶対ね、普通の人だったら腰痛くてやれないやつ。あれ、めちゃくちゃセクシーでしたね。なんか、表情が本当にすごい。まあ、そういうところもしっかりね、あの、今までのね、 人生でしっかりと練習してきたんでしょうけど、うーん、なんかちょっとレベチだなと思いましたね。他のね、今までの既存メンバーが、その、そっち系のダンスにあんまし慣れてないメンバーね、セクシーぶりというのに、そんな慣れてないメンバーが多かったということもあって、今回なんかね、1番目、2番目、3番目みたいな感じでこう、手順をね、分けられてみんな出たわけですけど、その1番目に、えっと、 平井さんと、えー、新メンバーのゆうずさんとあときたりおちゃんとあとかねきおさんねももかとあと谷岡のなちゃんがその5人がまあダンスが苦手なメンバーみたいな感じで集められて <laughs> そのセクシーぶりをね練習してたんですけどなんかね終わった後にダンス苦手で嫌いかもしれないけどなんか頑張ってねみたいな同じグループでやっていくんだったら頑張らないといけないよみたいなこと言われててまあそのね あんましそのダンス経験のないメンバーはいいとは思うんですけど、まあ、ももかちゃんとかね、のなちゃん、屈辱だったでしょうね。結構ね、悔しかったと思いますよね。で、その2番手に、まあ、リコちゃんとユララちゃん、もう十分ね、こっちから見てたらうまいんですけど、まだうまいとは言えないみたいな感じで言われてて。でも、ユララちゃんのね、あの、始まる時の表情の入り方とか、めちゃくちゃ好きなんですけど、ね、まだうまいとは言えないって言われてましたね。で、3番目のお二人、新メンバーのお二人はもう、 ダンス得意だよねみたいな。頑張ってみたいな。もう、その、リノさん猫さんは、そのもう、ね、バックダンサーとかもやってるし、講師とかもやってるし、もう得意とかのレベルじゃなくても結構、ね、ほぼプロレベルなんだと思うんですけど、うん、ダンス得意だねみたいな。頑張ってねって言われてましたね。うん <laughs> で。なんかもう、そのね、あの、夜かなみんなで、桃も,もか、つーモモカと、ひらいももと、金ねきよも,もさんと、 2、はい、人のもかちゃんと、まあのなちゃんが3人で練習しててでなんかそのもかちゃんもねなんか結構ちょっとなんかいっぱいいっぱいになってるみたいなことをねちらっと言ってたけど、まあ、その夜にその、ね「ダンス初めてだからしょうがないよね」みたいなこと言われて「いやいやめっちゃダンスやってるんですけど」みたいなすごい悔しいって言っててなんかもう今全てが楽しくないともうダンスが楽しくないと。 で一度ブランクがあって、まぁ、あ、ちょっと一回やめてたけど、また楽しいはずだと思って戻ってきたのに、なんか今ダンスが楽しくないって言って泣いてて、で、なんかね、それをちょっと一回整理してくるわっ、つって、大人ですけどね、なんかしっかり自分の感情と向き合う子だなぁと思って、ダンスが楽しくないって泣くって辛いですよね、と思いながら、ね。で、のなちゃんもやっぱ悔しかったですよね、なんか。 そのダンスが下手だと思われてる苦手だと思われてるなんて許せないみたいな、その自分が間違ってたって、<laughs> 先生が間違ってたって言わせたいって言ってて、<laughs> だから頑張るって言ってて、めちゃくちゃつ強えなこの子と思いましたけど、なんかそういうね、悔しさの涙もあるんだなぁと思って、なんかちょっと人間味がね、出てきましたね、この、あの、 ガールズライフ、両生活型オーディション番組にも少しちょっとね、こういう涙とかね、あの、焦りとか不安とか出てきて、ちょっと人間味が増してきたなぁと思って、あのね、ちょっとずつちょっとずつ、あの、こういうのが出てくるとね、楽しい、楽しいですね。こういう裏側が見たいんですよね。そのキラキラしたところに行き着くまでの、あの、いろんな過程が見たいから、こういうのをもっと見せてほしいなと思いますよね。はい。で、次回ですよ。次回。ね、もっと、 ハロプロの方ですね。山崎ゆはねさんもうすでに X とかでもう話題になってましたけど、もう人気の方だったんですね。うん。なんかハロプロ練習生から、ビヨーンズっていうメンバーの、メンバーでデビューされて、つい先日、先日ですね。2024年の6月に卒業なんですね。で、めちゃくちゃ歌がうまいと。ハロプロの中でもその歌うま。 の方だとということで、はい、なんかちょっと聞いた感じだと、ハロプロって感じの歌い方の、あの、ハロプロの方たちは、歌のその、なんて言う、勢いというか、声量もそうだけど、勢いがすごいですよね。前に出すのがすごいうまいというか、うおっとくる圧があるというか、うん、なんか勢いはあるから、ああいう感じのね、あの、実際ね、そのプロでちゃんと活動してた方が入ってくることで、 どういう影響がね、出てくるのかなって、レベルが多分、その意識のレベルが高くなると思うんですけど、実際活動してた方がね、いるのでね。まあ、ハロプロと言ったら、あの、ミーアイの笠原桃もちゃんとかも、あの、ファンダムがめちゃくちゃ強かったじゃないですか。まあ、あの、プロデュースワンワンジャパンは、 ニチプはその国民投票もあったしその人気がやっぱし顕著に表れてたのでその、ねまあ、今回は、ね、国民投票とか多分ないだろうからシステム自体どうなってるか謎なのでその山崎ヨハネさんの,その人気が、ね、どう結果に、ね、関わってくるのかとかもちょっとよくわかんないですけどどういう評価基準とかも全然わかんないのであでも少なくとも今いるメンバーへの影響が大きくなっていくだろうなと思います。はい。 なのでまた来週もね、楽しく、楽しんで期待してみたいし、あの、先週のね、予告に出てたあの、上手なラップのメンバーを早く出してくださいと思って、あの、歌うまメンバーを、歌うまメンバーが圧倒的に足らないので、バランスめちゃくちゃこのまんまだと、ガールズグループとしてはめっちゃバランス悪いと思うので、あの、はい、いいバランスになるといいなと、これから歌うまばっかし来るんじゃないかなという予測でおります。 はいそんな感じでまた来週も次回も楽しみに見たいと思いますかなねでしたありがとうございました